アメリカさん、とうとう飲酒運転絶対許さないマンに。ゆっくり霊夢ちゃんと。解説役のゆっくりマリサだ。っていうのも、すべての自動車に対してキルスイッチなるものを導入する予定だそうな。何それ物騒。飲酒運転をする奴をあの世に送るボタンのことかしら。それはさすがに色々と物騒すぎるが、果たしてアメリカさんは何をしようというのか。てなわけで今回は、キルスイッチ導入。アメリカ飲酒運転絶対殺すマンの過激な対策の理由とはゆっくり解説、を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。冒頭話した通り、アメリカさんは将来の車にはある種のキルスイッチが搭載される可能性があることを示唆してる。それは飲酒運転を根絶することを直接の目的としているんだ。キルってところが穏やかじゃないわね。まあ、実際人をキルする可能性がある飲酒運転。ただ、ここで使われるキルはそうではなくて、動作を制限または排除する、可能性のある技術が車に導入される可能性があるということだ。ってことは、動力カットとかエンジンがかからなくなるとか、そういう感じなのかしらね。そうかもな。日本でも時たま話題になるが、アメリカではそれが検討段階に入ったのかもしれない。このニュースは飲酒運転だけを照準に当てているように見えるが、それで止められるのだろうか？という疑問は残ろう。でもまた、どうしてアメリカさんはそんなことを。勝手なイメージだけどアメリカって、結構飲酒しながら運転してる人が多いイメージがある。確かに私もそんなイメージはあるな。当然この目標は飲酒運転をなくすことは崇高なものだ。これは米国における交通死亡事故の主な原因だからに他ならない。ああ、やはり日本と同じで飲酒運転の事故死って多いのね。実際、この国では平均して52分ごとに1人が死亡しているそうだ。これは毎日28人、または年間1万人以上に相当する。飲酒運転は甚大な人的被害をもたらすだけでなく、多額の経済的負担も伴い。米国道路交通安全局 NHTSA は死者と損害の年間コストを440億ドル以上と見積もっている。日本円にすると 6.5 兆円くらい。えぐい経済的損失ね。数値だけ聞くと規模がすごいよな。現在のインフレ抑制法の条文の中には、この部分を抑制することを特に目的とした記載があり、第24,220条は先進的な飲酒運転防止技術と呼ばれており、将来の車両には先進的な飲酒及び運転障害防止技術を搭載することを要求しているんだ。法案はその技術がどのようなものかも具体的に定めている。中身としては、自動車のドライバーのパフォーマンスを受動的に監視して、そのドライバーに障害があるかどうかを正確に特定し、障害が検出された場合には自動車の運転を防止または制限することができるシステムと呼ばれているな。つまり、システムが積極的にドライバーを検査して、飲酒運転を検知したら運転できないようにするってことね。そういうことだな。もちろん、それをどのように行うかは非常に重要であり、法案はその意図された方法論も明確にしている。まさか、ハンドルから注射器が出てきて強制採血からの分析とかいう、恐ろしい感じなんじゃ。それは怖すぎる。ただ、方法までは具体的に記載はされてないが、ドライバーの血中アルコール濃度が法定値を超えているかどうかを受動的かつ正確に検出するという、違法な量を検出すると、車両を無効化または制限させるわけだ。この法案では、これらの基準を満たすために NHTSA がどのような技術的措置を講じなければならないかについては正確に規定されていない。多くの企業が、血中アルコール濃度を正確に検出するための様々な方法に取り組んできたが、深刻な障害にぶつかっているものもあれば、実現にかなり近づいているように見えるものもあるそうだぜ。そろそろ実現できそうってわけね。呼気のアルコールじゃなくて血中アルコール濃度を、非接触で測定できるものができるってことか。かもしれないし、また違ったアプローチかもしれないな。そしてこの法案には、システムが作動した時に何が起こるかについても何も記載されていない。地元の法執行機関に連絡されるのか？それとも、単に車が停車するまで速度を落とすだけなのか？高速道路の真ん中で止まったりしたらたまったもんじゃないな。明らかに、NHTSA はどうしたらいいのか、考えないといけない現状にある。試みとしては大歓迎かもしれないけど、そこら辺はまだ全然煮詰めてないのか。そうだな。この法案では将来的にあらゆることが起こる可能性があることは間違いない。NHTSA がそれを延期する可能性もあれば、かなり厳しい要件を制定する可能性も、あるし、裁判所が憲法修正第4条違反と認定すれば全てがなくなる可能性もある。この法律には、不当な捜索や押収に対して、その人身、住居、書類、所持品が安全に保たれる国民の権利は、侵されてはならない。と書かれている。
場合によっては、この法案はその基準を満たしていない可能性もあるってことだ。試みとしては飲酒運転の奴らに人権はない。爆発せよ。って感じだからガンガンやってほしいけど、アメリカでこれじゃあ、日本での議論なんてまだまだ先の話よね。どれだけ費用がかかるのだろうな。そしてこれに対するアメリカ現地の人の反応としてはこうだ。確かに怠慢な立法だよ。それが心配なところだ。アルミホイルの帽子をかぶるわけじゃないけど、一旦車の CPU に、キルスイッチが組み込まれたら、その車の外部からの制御が可能になる。それに、車が OTA アップデートを受け取るようになって、車のコンピュータへのリモートアクセスが可能になるんだ。リモートアクセスとキルスイッチがあれば、悪用される可能性があるよね。これはビッグブラザーが行き過ぎだよ。飲酒運転する人たちは、新車の購入を避けて、この技術がない古い車に乗り続けるだろうね。それに、このシステムがどうやって、気が散っている運転と、アルコールや薬物による運転障害を、見分けるのか？また、何も知らない夢見がちな政治家たちが、私たちの費用でまた間違ったことをするんだ。どこに向かってるか、みんなわかってるよね。そう、監視世界の始まりさ。でも、彼らは公共交通機関の充実や15分都市のようなものから、人々の注意をそらそうとするだろうね。これらは車と共存できるのに、地下鉄の床で酔っ払ってるあの人？うん、彼がUberを使えずに高速道路で時速90マイルで運転して、旅行に行こうとしてる家族や、長い一日の仕事から帰るお父さんを危険にさらす方が、いいのかな？違うよね。じゃあ、運転がちょっとおかしいと思ったら、警察を呼んだり、車を止めるしかないね。アメリカのお人、みんな嫌がっててくさ。まあ、システムが入るってことはそれを嫌がる人は多いだろうね。そうだな。監視されることを嫌う人や、そもそも飲酒運転するような人は、その、システムが入ってない車を好んで選ぶようになるとか言ってるし。まだまだ、導入には議論を煮詰めないと難しいわね。そんな中、とある事件で現地アメリカの飲酒運転は日常茶飯事なようで、こんな事件があった。彼が酔っているという疑いは、彼が警察の停止命令を無視して走り去った時点でほぼ確定しました。酔っ払い運転は常に悪い考えです。薬物やアルコールの影響下にあるドライバーは、自分自身と他人を真剣に危険にさらします。それはしばしば、判断力の大幅な欠如によるものです。まさにそんな判断力の欠如が、アーカンソー州のヘバースプリングスの田舎地帯で、最近行われた疑わしい DWI 酔っ払い運転の停止中にはっきりと示されました。警察に止められた市民は、捜査が終わる前に車を走らせ逃げました。この人、絶対確信犯だから逃げたんじゃない。アメリカだと、問答無用で発砲されてそう。先にネタバレすると、やっぱりこいつは捕まったんだけどな。それじゃあ詳細を見ていこう。この事件は5月23日に起こりました。警察官がスピード違反をしているトヨタ、カムリを見つけ、停止を試みました。車に近づいた時、彼は助手席の床に開けられたウォッカの容器を見つけました。明らかに、ドライバーは動揺しており、免許証を見つけるのに苦労していました。警察官はドライバーに車から降りるように求め、質問を続けました。ドライバーはカメラの前で数杯飲んだことを認めましたが、現場での、酒気帯び運転テストや呼気分析機の使用には応じませんでした。最終的に、警察官はドライバーにアルコールをトランクに入れさせ、ドライバーが安全に運転できると信じたようでした。おーい、アメリカの警察官はザルか。こんなんで信じちゃうの？日本の警察なら多分、徹底的にやってる気がするな。そしてその後の展開は、警察官はドライバーに車に座るように言い、すぐに戻ると伝えました。しかし、1分も経たないうちに、容疑者は走り去りました。警察官はすぐにサイレンとライトを再び点灯させましたが、ドライバーは、単なる誤解だと思って再び停止することはありませんでした。代わりに、カムリのドライバーは約 3.5 マイル走った後、ようやく再び停止しました。しかし、今回は飲酒運転とは違い明確な違反がありました。警察官は、ドライバーが時速75マイル約 120km でスピードを出し、交差点を通過し、中央線を越えて運転するのを目撃しました。その後、彼は刑務所に行き、そこでも再び血中アルコール濃度テストを拒否しました。この人がどれほど行動に戻る寸前だったかを考えると驚くべきことです。彼は自分の判断力の欠如を公然と示しました。結局別の容疑で捕まっててくさ。てか、アメリカってそんな呼気のアルコール濃度の測定を拒否できるのね。そういうのもあり、安易に酒気帯び運転をする人が多いんじゃないかな。どちらにしろ、これだけ死亡事故を起こしてるなら、アメリカとしては何かしら対応をしたいところだろうな。
そしてこれについて、現地アメリカの人のコメントはこんな感じだった。こんなに開けた道路の速度制限が時速55マイルってありえないよ。正直、適切な条件下では70マイルから75マイルくらいが妥当だと思う。低い速度制限の田舎道が大嫌いだよ。それらの地方都市や軍の予算は、違反切符の収入に大きく依存してるんだよね。うん、純粋な金儲けだよ。そして、交通法規を完璧に守る人なんていないってことを直視しようよ。速度制限を速度の最低限として扱い、停止標識を任意のものとしてる。ここでは少数意見かもしれないけど、分離されていない高速道路には、時速55マイルで十分かもしれないね。ほとんどの人は60から65マイルで運転してるし、それ以上だと、最新の車でも正面衝突や部分的な衝突から生き残るのは非常に難しい。運転手と警察官の両方に判断力が欠けてるね。ああ、田舎町で起こる楽しいこと古くてまだ動いてるカムリにとってはいいメディアの注目だけどね。それは素晴らしい警察の仕事だね。車の床に転がってるウォッカの開封済み容器。警察官が最初にやるべきことは、酒気帯びのテストじゃないの？トランクに入れて、お前は大丈夫だって。アンドリュー、そこで君が目撃したのは、隠れたウィスキーパパだね。ダジャレも意図してね。酒気帯びのテストを拒否したとき、容疑者が、白人じゃなかったらどうなってたかな。私の指示に従わなかった閉じた缶桶だよ。関係ないけど確かに制限速度は日本でも、これ低すぎではってのがあるわね。そうそう。周りの車はそれ以上で普通に走ってるところってのは、検討の余地はあるよねとは思うな。そんな中、我が日本でも12月1日から飲酒運転に対する規制が強化されたのを知ってるかい？あら、そうなのね。それは知らなかった。2023年12月1日から、アルコール検知器による飲酒検査が義務化されたんだ。対象となるのは、次のいずれかの条件を満たす企業。乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上所有している企業。白ナンバー車を5台以上所有している企業。企業向けってことなのね。みんな会社は大丈夫かしら？また、アルコール検知器を常時有効な状態で保持することも義務付けられるため、各企業はアルコール検知器を購入し、メンテナンス体制を整えておく必要があるな。アルコール検知器によるアルコールチェックの義務化は、2022年10月に予定されていたが、半導体不足により延期され、2023年12月1日に施行されることになったそうな。みんな、飲酒運転はダメ絶対。皆さんは、このアメリカの飲酒運転の動向についてどう思いますか？ぜひ、コメントでみんなと盛り上がってみてください。ってことで今回の動画は以上。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。